が相手をしてやる。赤犬に重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。いいし妙じゃねえな。あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな。ティーチ、四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜはぁ、望むところだ。サッチも死んだが、エースも死んだな、親父。調子に乗りやがれ。これならどうだ。おや、それはあんたを心より尊敬し憧れてたが、あんたは老いた。俺の前では能力は全て無駄だ。ぜはははここまでか。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかしこの怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。は？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日か、その数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来るその世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出すその日は必ず来る。ワンピースは実在する。許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に267太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。おお、あるのか。
教えてみろ。家族、おめえたちにはすべてをもらった。感謝している。さらばだ息子たち。